西ベルリン市長時代のディープゲン、エーベルハルト・ディープゲンは、ドイツの政治家、キリスト教民主同盟所属、1984年から1989年まで西ベルリン市長を務め、ドイツ再統一後の1991年から2001年までベルリン市長を務めた、ベルリン生まれ、1960年にアビトゥアに合格し、ベルリン自由大学で法学を学ぶ。 1972年に国家司法試験に合格、在学中の1963年、学生自治会会長に選出される。ところが1958年に大学当局に禁止され、連邦行政裁判所の裁定で許可されていたブルシェンシャフトにディープゲンが加盟していることが、その直後に発覚し、在任17日で投票により解任された。 ただし3年後に副会長として復帰している。1962年にドイツキリスト教民主同盟に入党。1971年に西ベルリン市議会議員に初当選し、西ベルリンセディ幹事会員となる。1980年に市議会の会派会長。1981年に西ベルリンのセディ代表に就任した。1989年のセディ党大会で演説する。 ディープゲン1984年2月9日、西ベルリン市長、リハルト・フォンバイツ・ゼッカーが大統領選挙に出馬するため市長を辞任すると、後継市長としてディープゲンが選出された。初めて市長として望んだ1985年の市議会選挙ではわずかに得票率を下げたものの、対立市長候補だったドイツ社会民主党のハンス・アッペル元国防相に勝利した。 1985年に西ベルリンの政治家多数を巻き込む建設業者による不明瞭な献金疑惑が持ち上がったが、ディープゲンも7万5000ドイツマルクを受け取っていた。1989年の市議会選挙では、連立相手の自由民主党が全議席を失うほか、セリ自身も大幅に得票率を下げて敗北、SPD のバルターモンパーに市長職を譲った。 翌年東西ドイツ再統一が実現すると、1990年12月に、初めての統一ベルリン市議会選挙が行われ、統一を実現したセディ FDP 人気に支えられて、ディープゲン率いるセディが第一党となり、ディープゲンはベルリン市長に返り咲いた。1995年、1999年の市議会選挙でも、得票率を下げながらも勝利して、 政権を維持した。1999年の選挙後は、SPD との大連立政権となる。しかし2001年、州が経営するベルリン銀行の経営が悪化して、市の財政に多大な損害を与え、しかも、ベルリンの政治家が銀行からの収賄や廃人罪で起訴される事態となり、大連立が崩壊。市議会で不信任決議案が可決され、ディープゲンは辞職して、 SPD のクラウス・ボーベライト二職を譲らされた。市長在任15年は、ベルリンの歴史上最長であるが、1989年から1990年に、かけてのベルリンの壁崩壊や東西、ドイツ再統一といった歴史的出来事を外しての在任となった。また、持ち回り制のため連邦州市長の長期在任者ならば、通常は経験する連邦参議院議長も、 同じ理由で経験していない。このためその美味しい時期に市長を務めていたバルター・モンパートは懸遠の中であるという2001年の市議会選挙には出馬せず議会を離れた。翌2002年のドイツ連邦議会選挙でベルリン選挙区の比例代表リスト1位から外されたためディープゲンは州のセディ代表職も辞した。以後はベルリンの法律事務所に経済法 労働法の専門家として勤務している。2005年のドイツ連邦議会選挙には、ベルリンのイケルン選挙区からセティの候補として出馬したが、SPD の候補に敗れた。ありがとうございます。